4月20日日曜日、天気のいい朝を迎えていますが、風がちょっと強いですね。残念ながら私たちの町渋川市でも昨日1人目のコロナ感染者が確認されたということになりました。市からも慌てずに冷静に行動してほしいというようなアナウンスもありました。やっぱり今できることをしっかりとやって、そしてこれ以上の感染拡大をしないように頑張っていくしか方法はないかなというふうに思います。今日も一日できることをしっかりとやって頑張っていきたいと思います。ペレットストーブのこと、木質ペレットのこと、何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。今日も一日頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。